下永田一丁目より BB です。そしてカメラマンのチャンヒーです。よろしくお願いします。お願いします。ってことでね、本日もここ下永田は一丁目パンツショップアベニューよりお送りします。よろしくお願いします。ってことでチャンヒー君、はい、今年、今月、はい、もう2月になりまして、はい、2月8日、はい、何の日か分かりますか？2月8日。2月8日ですよ。何ですかね。2月8日わかんないですか？あ、また誰かの誕生日ですかね。そうですよ、我らがエース、はい、平パチ、お、平野さんの誕生日ってことで、はい、今日はチャンヒー君と、はい、ちょっと平野さんの誕生日プレゼントをね、はい、選びに来ましたということで、はい、まあね、早速でもここ見てください。ここはもうダルチザンのね、ジーンズコーナーですよ。やはりチャンヒー誕生日何もらったんでしたっけ？自分はあの N3B かなんかの、ダルチの、ダルチのアウターを、はい、大関がダルチのこれですね、一緒の、はい、一緒のこのジージャンと、はい、それで平野さんもやっぱダルチザンで俺は攻めたいと思っております、はい、それで平野さん最初昔買った時に、はい、まあ、今最終的にウーアンを買ったんですけど、はい、このアベニューの、はい、ウーアンと最終的に迷ってたのが108という形ですね。ああ、僕と一緒の、はい、そうそうそう、チャンヒー君の、はい、ちょっと一瞬チャンヒー君も写していいですかこれ、はい、今日これチャンヒー君こんな感じです。はい、はい、そうですね、これ108で、はい、でこれこの前買ったあれですか、エターナルのエターナルの G ジャンですね。 G ジャンです、はい、いや、いいっすね、はい、はい、まあ、こんな感じなんですけど、まあ、はい、とりあえずこの、ね、108を平野さんすっげー欲しがってたんですよね。はい、でもやっぱ108じゃ面白くないということで、はい、ちょっとね、さっきデニムキングの大野さんともいろいろ探したんですけど、はい、なんとね、今、はい、最高にこれ108とほぼ同じ、ほぼ同じ、ほぼほぼ同じ形、はい、股上がほんと1センチぐらい逆に深いということで、深いですね、平野さん深いのが欲しいって言ってたんで、なるほど、はい、これね、なんだこれ SD の909です。909、はい、いや、これがあの G3 というね、あの折り機でね、はい、余れたやつというか作られたやつで、はい、やっぱチャンヒーが相手のところで、これ触ってみてください、ちょっと軽く、あ、薄いですか、ちょっと薄めでもあり、はい、一番肝心のはガシガシしてるでしょこれ確かに普通のここら辺のスタンダードと比べると、はい、やっぱこっちツルツルしてるんですよね。ツルツルってもあれか、まあだから、まあなんか触り心地、触り心地がなんか、はい、昔徳島のあの ジーンズをね触った時ぐらいのちょっと変なガシガシ感があるんで、はい、やっぱりこれがまあね、誰もあれじゃないですか、このうちらの周り G3 ですか、その折り機で編まれたの、はい、履いてないじゃないですか。履いてないですね。でこれが最近出たんで、はい、最近めちゃめちゃ新発売の商品なんで、はい、逆に平野さんにこれを履かせたいなと俺は思っております、ね、おー、いいですね、はい、まあね、でさきちゃんヒートもちょっとこれ見たら、はい、ちょっとこれでいいんじゃねえかということで、はい、値段はいくらなんですか。いや、値段もこれあれじゃないですか、意外とスタンダードなやつと値段変わんないですよね。そうですね、一緒ですね、一緒っすよね、はい、でこれ絶対これはいいと思うんですけど、はい、今まで意外と4万ぐらいだったですか。あ、そうですね、みんなで1万ずつ出してみたいな、はいはい、大野さんも出してくれて、はいはいはい、これだけだとちょっと平野さん最年長なのに、はい、ちょっと俺ちょっと安いじゃねえかみたいな感じになっちゃうんで、はいはい、平野さんいつも何ですか、上着、はい、上着がね、ちょっと上着ですか、何ですか、 あの寝るシャツみたいなのでもいいんですけど、あ、シャツ的な、そうですね、ちょっとかぶる、ちょっとやっぱいいやつ、はい、いいやつですか、はい、ダルチかなんかのやつ、もうダルチ攻めでやっぱ行きたいですね、誕生日はね、はい、それなんでね、ちょっとダルチのちょっとシャツを、はい、チャンヒー君柄一緒に探しましょう。探しますか、行っちゃいましょう、レッツゴーです、レッツゴー、はい、ってことでシャツコーナーの前に着く前にデニムキングの小野さんでございます。よろしくお願いします。そうです、小野さん、ちょっとあのうちの平野さんが誕生日ということで、あのね、シャツ関係もやっぱりジーンズ、ちょっと G3 のね、あれ909でしょ、はい、あれをちょっとプレゼントしたいんですけど、それに合うシャツをね、何かちょっと平野さん、何が平野さんに似合うかということで、ちょっと、いや、もう、はい、何でも着こなしちゃうから大丈夫だけど、何でも着こなしちゃう、はい、本当ですか、はい、やっぱ似合いそうなやつですよ、ね、あえてこうダルチザン縛りでいきましょう。ああ、大丈夫ですね、これ俺思ったんですけど、こういうのもかっこいいですよね、ついね、こういう、これダルチじゃないのか、これほら、ミスターフリーの、ミスターフリーの、ちょっとでかいやつがここに置いてある。あ、これは、いいですね、これダルチ、え、こんなある、うん、かっけ、
ひじもね、面白い。え、こういうのあるんですか。あったんですよ。これかっこいい。え、意外といい、良くないですか。意外とかっこいいですね。でも後ろがまたとんでもねえ刺繍が入ってますよ。なんか本当だ、すごい。豚がめっちゃ悪いっすよ、これもう。いや、これかっこいいね、これ。うわ、初めて見た。すげえ。平野さん似合いそうっすね。似合いそうっすね。これかっこいいわ。これいい。それもあの試着してもらって。そうっすね。はい、うん。あとこれは俺こんなんもいいと思うんだけどな。あ、それも背中にあるかもしれない。これもかっこいいっすよね、こういうのね。僕こういうの大好きなんで。おお、かっこいい。この柄いいっすよ。あ、やべ、また後ろが。ちょっと刺繍好きっすね。おお、でかでか。いや、でも悪くない。この刺繍はもう、うん、ヘンリアの豚がでかくね、はい、大きくあるんでさ、これ本当、うん。いや、ここら辺も全然かっこいい。うん、いや、いいっすね、はい。え、こんな柄もあるんですか。いや、それいろいろありますよ。すごい、本当に。いっぱいありますね。何か。あ、あとこれが色違い。え、これ色違い、さっきの。あ、黒いやつの、この、うん、黒のさっきの。黒の。これかっこいい。意外と思ったかっこいいっすね。うわ、かっこいい。ひろさん、似合うんじゃねこれ、うん。普通に。ひらのさん。うわ。悪そうだよ、ひらのさんが。豚の悪そうなの着てね。兵隊っす、うん、かっこいい。意外とかっこいい。他なんかじゃあもっとポップなやつあります。これなんか今結構攻めてるんで、平野さん結構ねポップな感じなんですよね。うん、はい、なんかありますかね。いや、もう何でも似合っていけそうな感じですね。はい、あ、これも全部タルチですね。お、渋い。いや、かっこいい。全然、あ、また入ってる。あ、何でもやっぱ結構入るね、後ろ。おお、でもこれは普通にめっちゃに着やすそう、これ、はい、すごい着やすそうじゃないですか、これ、うん、平野さん結構何でもいけそう。いや、これもいいですね、はい、いや、なんかいっぱい出しちゃってるけど、うん、これも、うん、いや、だってこれも、だってこれ一番いいじゃないですか、こんな。まあ一番シンプルなね、あれですね。デニムシャツ。いや、もうね、チャイ触って。Gじゃんすよ。いや、ほんと、もうシャツじゃねえ。もうシャツの厚さじゃねえ。Gじゃんじゃないですか。Gじゃんじゃないですか、これ。うん、これはもう、あれだよね、Gじゃんと同じ生地だよね。ほんと、そう。こんなに、いや、これもいいっすね。わあ、もう、いや、もう迷っちゃいます。いい感じで多すぎて。どうすか、これ100から無地のね、はい、刺繍ものばっかりだったからさ、そうですね、はい、こういうあのちょっとね、どういうんですか、こういう感じの、あ、なんだ、全然また違いますね、うん、確かに色が違う、平野さんっぽいっていうか、ね、色目はね、あ、でも平野さんっぽいかも、はい、この辺の色、はい、どうか、これじゃちょっとダメだな、これちょっとあれですね、バレンタインデーみたいな感じになっちゃうんで、はい、あ、でもこれこういうのありっすね、はい、これはブルーも入ってるから、これちょっと合わせますよね、平野さんっぽいっすね、うん、あ、じゃあトータル的になんかもうこの中で、そうですね、これ単純プレートだけど、はい、着てもらって、そうですよね、宮田のプレゼントっていう新しいスタイルにちょっと上だけはしちゃいますか、うんうん、いくつかね、そうっすね、あれしてもらって、そうだそうだ、じゃあそうしよう、うん、今回はちょっと着てもらって、ね、パッと着てもらって、はい、はい、まあ、で平野さんがね一番着やすいやつでもいいですしね、それじゃあ早速平野さんのところに、はい、チャンヒーとともに行きましょうか、行きましょう、レッツゴーです、はい、それじゃあ王さん、この G3 を早速平野さんにプレゼント、そしてこのシャツどれかちょっと似合うやつをね、そうですね、一緒にプレゼントしましょうってことで、はい、行っちゃいましょうか、行っちゃいましょう、せーの、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアヒラパチ、どうしました、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとうございますってことで、ありがとうございます、誕生日ですよね、マジっすか、はい、はい、はい、もうこれ恒例となっちゃってますが、うん、はい、今回はこれ、うん、マジっすか、平野さんの好きな108を G3 で編んだと言われる新しいモデルですね、一番新しいやつ、はい、SD の909、最新モデル、かっこいいっすね、909、うわ、
いやこれ絶対似合うと思うんで。マジっすか。昔やっぱ108が欲しそうだったんでね、うん、そう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 。でまあ結局ウーアにはなりましたけど、まあ、これも全然もういいっすよ、うん、まあでもこればっか履いてるんで、これもちょっと母さん挟みつつちょっとウーアを育ててほしいなっつうのがあって。マジっすか、はい、仲間の中ではナンバーワンですね。やりましょう。そうですね、ちょっとすいません。でこれちょっと値段だったらあれですけども、ちょっとみんなのバースデーはちょっと安いんで、今回このね、このシャツ系をね一緒に追加で、いいんすか、追加で、うん、マジっすか、ってことでこれはちょっと着てもらってどれが似合うかで、うん、はい、ちょっと3個にピックアップしたんで、うん、どれが似合うかでちょっとやってもらいたいんで、じゃあ最初もう、ね、だから今日着替えてきてほしいです。もう早速これを履いて似合うやつを、うん、あ、そうね、どうせプレートしたいですね、上下で。これも取っちゃうか。取っちゃいましょう、もう、はい、はい、もう取っちゃう、はい、もう決定ですね、もう、はい。まあじゃあどうですか、じゃあ最初じゃあこれでいきましょう、これで、はい。その後にじゃあデニム行きまして、最後にまあこれでいきますか。どれもいいね。いや これがね、もうチャンヒー枠平野さんの色なんでしょ。そうですね、はい、平野さんっぽい、平野さんっぽい、はい、ぽい。でこれもなんかすごい、いやこれかっこ、俺これすごい、これすごいですね、もうこれ超いいです。熱いよ、熱い。いやこれちょっと G ジャンレベルの、 G ジャンレベル、はい、これも色落ちすごいんじゃない。これちゃんとするでしょ。確かに。まあじゃあとりあえず平野さん、これじゃジーンズの、はい、今これ、はい、はい、もうタグ切っちゃってるから、もう、はい、じゃあちょっと行ってきてください。はい、はい、おお、あれ意外と似合ってますか。結構いいよね、この色いいよね。いいですね、この色、アーミーグリーン、うん、はい、そうですね。生地もね、しっかりした平織りのね、しっかりしたシャークスキンっていうかな、すげー、うん、っていうかそこに注目しがちですけど、これジーンズも入ったんですよね。これ108と形ほぼ一緒の新しい909、そうですね、新商品。いやでもなんか背徳感がありますね、ちょっとね、さっきまでのウーアに比べると、うん、どうですか、履いてシュッと見ますか。シュッと見えますね。いやその履いて、あのそのザラ感というかね、ザラ感もやっぱ、今までの小太郎ジーンズとかね、なんかとだいぶ違うとは思うんですけど、いやでもこれは小太郎ジーンズと101だとちょっとあれだったかもしれないけど、これだとなんかちょっと違うジーンズだから、うん、形が確かにいいと思いますね、これね、やっぱ、うん、いいね。そしてシャツも別に似合っちゃってると、うんうん、はい、まだシャツね、3、ま、ちょっと後ろ向いてもらっていいですか。それ後ろ意外と可愛い刺繍が、ほらこれ来た、なんですかこれ、もう豚が悪いっすね、もう兵隊さんになっちゃった。かっこいい、なんかおしゃれな感じですね、はい、まあでもそれだけで決められちゃちょっと困るんで、次ね、デニムオンデニムをちょっとしてもらいましょう。そうですね、はい、じゃあこれをいっちゃってください、はい、レッツゴーです。はい、はい、これもまたすごいっすよ、これ。いやもうこれチノパンって着たやつ、デニムオンデニムですね、うん、これチノパンにめっちゃ似合ってますよね。あのチノパンの時にこれ着ましたね、はい、シャツとしては本当に一番生地のねすごい厚い、うん、あ、そうなんあれですよね。いやジージャンですもんね。ジージャン、確かに本当にジージャン、これ。いやこれなんかこっそり見えるこう中の T シャツの柄は何なんですか。なんすかその赤いなんかちょこっと見える、あれあれ小太郎がめちゃ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 、はい、かわいいよね。かわいいですね。持ってたんすか。持ってたんすか。うん、SOT シャツ後ろあれっすか。もちろん入ってる何か、うん、ああちょっとあれっすね、あれっすね、コラボのこれ、はい、めっちゃ持ってましたねこれ。素晴らしい。今日初めて来たみたいな感じですけど。いやでもいいですね、はい、これじゃあこんな感じです。こんな感じですか。じゃあ最後、あ待ってください、最後これチャンヒーが一押し、うん、はい、もうこれ平野さんの色だっていう、ね、なんか言ってたやつをちょっと着てもらって、うん、イメージですけど、はい、じゃあちょっと行っちゃってください、はい、レッツゴーです、はい、はい、はい、どうすか。おお、あれまあまあ似合っちゃってますね、はい、これ結構あれ、いやこの色好きだな。本当にチャンヒーの言ってた通りこの色はこれやばいっすね、やっぱり。ちょっと後ろ向いてもらって、おあれなんか新しいジーンズにも似合ってるかもしれない、はい、みんなが似合ってる似合ってるって言うけど、はい、自分ではどうなの。いやもうそういい気分ですよ。いい気分。いや他のやつも良かったけど、うんうん、いやもちろん良かったけど、うん、結構俺この色好きだしな、こういう、うん、
あ、ちなみに王さん、このボタンとこれなんかこういうのとあるじゃないですか、これでこうやってこうプチってつけるやつと、はいはいはい、普通のボタン普通にはめるやつ、はいはい、これなんでこういう差があるんですか、こういうネイルシャツ系は。いや、いわゆるこういうスナップ式のやつはウエスタンシャツね、はい、ウエスタンシャツはもうこうなってますね。それからこういうところの切り替えとか、あ、それから切り替え、背中のあれもあるでしょ、ヨウ君とここの切り替え、これがウエスタンシャツ。ワークシャツはこれになってないから、ここまでこういうの尖ってないね、こういうふうになってない、うん、そうそうそう、それと、まあワークシャツはそうじゃないですね。で、あとこう若干絞ったんだよね、チェストっていうか、このそれなんですか、うん、よく昔だから、うん、リーバイスとかでこういうの売ってる時に、うん、いや柄いいのになんでここあのボタンじゃな、こういうのなんだろうと思って、スナップだって、そう、こっち苦手だったんで、うん、形が、はい、スナップがなんで苦手だったの？いや苦手だからなんか、いやなんかこれ光ってるじゃないですか、ボタンが、はいはい、こういう光もんじゃなくて、だからやっぱ渋い感じが好きだったね。今光もんって言ったけどさ、はい、光もんじゃねえ、一番上は違うの、普通の一番上普通なんだ。そうそうそう、いやここボタンでプチってすぐ取れるじゃん、はい、いやそうじゃない、違うんですか、うんうん、これね、冬の寒い時に金属とか何かだとこれ顎が冷たいから、あ、ここがですか、そう、はい、それで、あ、なるほど、 ここだけはボタンにするんだ、そうそう、そうなんです、もう本当はこういう風に作りになってます、でこれがこの貝ボタンみたいじゃなくて、はい、あの金属のやつもあるんだよね、はいはいはい、あるでしょ、ありますね、金属みたいな、その中余計そうす、ね、詰めて、はい、なんていう感じになるでしょ、じゃあこれの方がいいと、うん、まあそうですね、いいんですか平さん、ウエスタンで、はい、全然もう馬に乗っちゃいます。いい馬に。でもこれやっぱこれ楽だよね。こうやってするだけだし、こうやって外せるし。確かにそうなんだけど。はい、いやマジ。これウエスタンっていうことなんですね。これね。ウエスタンシャツ。うん、すいません、初めて知りましたね。色はすごい。色どうですか。もう気に入って。青好きな色だし、うん。似合っちゃってますね。はい、いい感じ。いい感じです。もうね、これで綿だから。はい、適当に洗ってると色が落ちてくるよね。あ、そうするとこのネイビーのとこがいい感じになってくると思うよ。そうなんですか、うん、色落ちしてくるんだ、いい色だよね。平さんもどれでももうい い, でいいんです。マジっすか。もうこれ僕らからのプレゼントなんで、じゃあ結果発表します。結果発表、僕はもうこの状態でしてますか。この状態で結果発表ってことで、平尾さんどれにしますか。参考ありますけど、これです。これですか。いやいや、もう決まり、これ。いや、まあでももう 色がもう大好き、うん、これ、うん、で赤がちょっと、しかもこれから春になりますし、うん、はい、なんかいい感じですね、はい、で下ももうすごいいい、下G3 初の俺らから G3 が出ましたね、うん、いや、これちょっとこのザラザラザラ感がいいですね。すごい、この、うん、このザラザラ感をちょっと期待して、まあ、ってことで平野さん、はい、年齢非公開ですが非公開です。ハッピーバースデー平野さんでした。おめでとうございました。ありがとうございます。今後もよろしくお願いします。おめでとうございます。それじゃあ、ビビーでした。チャーヒーでした。平野さんでした。デニムキングの大野さんでした。バイバイ。おめでとう、平尾さん。おめでとうございます。よし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  Mm-hmm.